龍影閣は愛知県名古屋市厚田区の厚田神宮境内にある歴史的建築物。1878年に葬儀寺の境内に建設された博物館の施設である品評所として建てられたものである。博物館の落成記念として開催された愛知県博覧会の品評所として使用されたほか、2階は巡行中に博覧会を視察した。 明治天皇の便殿としても使用された。その後、1883年に名古屋博物館は改築され、愛知県博物館と改称。1910年には付属館が取り壊され、愛知県商品陳列館が新設されたが、品評書は明治天皇の成績として残され流火下,下閣と命名された。それ以後流火下,下閣は文化事業などの会場として使用されたが、 1932年の都市計画により、名古屋市西区の庄内公園内に移築された。そこでは、青少年育成の収容道場として使用されたものの後輩がひどく、1946年には、当時の渡辺製菓社長であった野原慎太郎が愛知県に陳情し、建物を県より譲り受け維持保存に努めた。厚田神宮所有になったのは1968年のことで、 明治維新100年を記念して野原より寄贈、移築されたものである。なお、建物は木造2階建ての寄せ棟作りで、2階には明治天皇の御座書が保存されている。造形の基範となっているものとして2001年4月24日に国の登録有形文化財に登録されている。当建物の登録有形文化財としての登録名称は流花下閣となっているが、 この博物館は1878年に工芸博物館として開館し、3年後の1881年に名古屋博物館と改称されたものである。以下を参照。ありがとうございます。